時は2022年11月10日、アメリカ合衆国の中西部、ネブラスカ州のリンカーン空港にいます。滞在地のリンカーンから東京羽田空港まで向かいます。リンカーンから東京に向かう場合、シカゴ経由とヒューストン経由があるんですが、今回はシカゴ経由となりました。リンカーンからシカゴオヘア空港までは、ユナイテッド航空5288便を使用します。ボーディングチケットについては、すべてこのリンカーンで発券しております。ユナイテッド航空5288便の搭乗が開始されました。使用機材はエンブラエル E175、70席の地方路線で使用される小型機です。プッシュバックが開始され、ユナイテッド航空5288便が出発します。出発位置までプッシュバックが完了しました。飛行機が滑走路に向けて動き出しました。今乗っているエンブラエル E175 のような小型機は地上走行の小回りが非常にいいです。エプロンや誘導路などが狭い地方空港でこの小回りの機器が活かされています。リンカーン空港にある3本の滑走路のうち、一番ターミナルに近い滑走路ラウェイ32に侵入しました。エンジン水力が上がっていきます。離陸滑走の開始です。Welcome to the Friendly Skies. We're happy to have you on board with us today. Your safety is always our top priority, and we're taking extra care to create a safe and healthy traveling experience for you. We've consistently applied an antimicrobial coating to the aircraft to keep high-touch surfaces sanitized. We also frequently tidy the restrooms, but if you see one that needs some attention, please let us know. To learn more about the extra steps we're taking care to keep you safe,going to the United app or united.com/cleanbus. As a reminder, the seatbelt sign is on. Even when the seatbelt sign is off, please keep your seatbelt fastened while we're seated in case of unexpected turbulence. Please try to keep the aisles and galley areas clear. Please also use the restroom located in your cabin when possible. Remember that bags may move around during takeoffs, so be careful when opening the overhead bin. You may now use your laptop and other large electronic devices.If you lose your phone or other device under the seat, ask a flight attendant to help you find it. Beverages are limited
to one per customer at a time. As a reminder, drinking personal alcohol you brought on board is not permitted. If there's anything else we can do to provide you during this flight, please let us know. We'd like you to sit back, relax, and enjoy friendly service on this morning's flight.安定飛行に入り、機内サービスが開始されました。飲み物はコカ・コーラをいただきました。ユナイテッド航空ではコカ・コーラやスプライトなどコカ・コーラ社の主要商品を飲むことができます。ユナイテッド・エクスプレスの運航便ではドリンクサービスのおまけにお菓子をいただくことができます。We're going to be collecting any remaining items. We do apologize for the inconvenience, but we have to collect all remaining items. Thank you. が見えてきましたが、こちらはシカゴミッドウェイ空港です。オフェア空港ができるまでのシカゴの玄関口でしたが、現在は国内線専用の空港として運用されています。Our Alliance partners,
Thank you for flying with us today. We hope you enjoyed your flight. I look forward to seeing you again soon. Welcome to Chicago.経由地のシカゴ・オヘア空港に到着しました。ユナイテッドエクスプレスはターミナルが結構バラバラなんですけども、今回はターミナル1に到着しました。羽田に向かうユナイテッド航空881便もこのターミナル1に出ますので、非常に運が良かったと思います。ただいまシカゴオヘア空港まで来ています。シカゴオヘア空港からはユナイテッド航空の881便かな、 UA881 便で、東京羽田空港まで帰ります。今回 ANA の方が良かったのは良かったんですけど、ちょっとチケットが取れなかったんでユナイテッド航空のエコノミークラスの仕様ということになります。まあ、やっと帰れたっていうことはいいんですけど、まあ、ユナイテッド航空がどういう風な感じかっていうのをまた皆さんに伝えればなと思います。機材はボーイング787のダッシュ92です。 ANA はボーイング777-300ER ですので、機材自体はユナイテッド航空の方が新しいということになります。そんな向かい側のターミナルにはチケットの取れなかった ANA11 便とボーイング777-300ER が駐機していました。この ANA11 便だったらビジネスにアップグレードしてザルームを使用しようと思ったんですけども、ちょっとこれは残念でした。まもなく搭乗が始まりますんで、これから搭乗していきたいと思います。はい、いよいよ飛行機に搭乗していきます。割とスムーズに搭乗できましたね。プレミアムプラスのシートです。日本でいうところのプレエコに相当します。乗るのも3回目なのでもあまり新鮮味もないんですけども、今回の搭乗クラスであるエコノミークラスの座席になります。ありがたいことに簡易的な枕をいただけるので少し快適に過ごすことができます。まもなく出発になります。現在シカゴ部屋空港15番ゲート、隣のユナイテッドここはトップ7200。プッシュバックが開始されました。ターミナル1を離れていきます。Please be seated for departure. アメリカのトラック
ボンネット型のキャブがすごいかっこいいですよね。ターミナル3はアメリカン航空をはじめワオワールドの飛行機が発着するターミナルになっています。 JAL はいなかったですね。国際線到着専用のターミナル5、入国管理施設が入っています。飛行機はランウェイ28ライトに進入しました。飛行機は滑走路に入ってすぐ離陸滑走を開始しました。今回ターミナルからも近い滑走路が当たったためか、離陸まで全然時間が短かったように感じます。飛行機が離陸しました。これから東京羽田空港まで約12時間のフライトです。この日のシカゴ上空は雲一つなき晴天でした。地平線の遠くまで平地が続いているアメリカならではの景色が非常に気持ちいいです。順調に高度を上げまして雲の上まで到達しました。この日は非常にトータルで気流が良くてですね、あまりこう揺れたりとか雲の中を飛んだりっていうこともあまりなくて、終始こういう晴れた空の中を飛んだような気がします。今回登場しているボーイング787の窓なんですけども、シェードではなくて電子カーテンを採用しています。窓下のボタンを押すことで窓の明るさを調整できます。これはボーイングの特許なんですかね。エアバス A350 も同じ時期に登場した飛行機なんですけども、そちらはシェード式でした。安定飛行に入りますとドリンクサービスが始まりました。今回はミケイロブウルトラというビールを選択しました。すっきりして飲みやすく、軽く飲むにはちょうどいいビールです。ドリンクサービスからほどなくして機内食の提供が始まります。うまく聞き取れなかったんですけども、チキンかベジタブルスパゲッティっていう選択肢だったので今回はチキンを選択しました。ANA はモニターで機内食何が出るかっていうのを事前に見れたんで選択がしやすかったんですけども、ユナイテッドはこれを聞き逃してしまうとちょっと選択肢よく分からなくなってしまうので注意が必要です。チキンのメニューはメキシカンの味付けになっています。スパイシーでとてもいいのですが、それ下にあるキヌアっていう主食があんまり好きじゃなかったですね。でまた ANA と比較するのもナンセンスなんですけども、やっぱり前回の ANA に登場した時よりも機内食が全体的に貧相に見えてしまいます。食事も落ち着き、景色を見渡すと、以前シカゴから成田までフライトした時は夏だったので緑だった大地が全体的に白く、まあ雪なのか氷なのかわからないんですけど冬の装いになっていました。飛行機は消灯し、しばしお休みの時間となりました。しかし気流の悪いところにぶつかったのか機体がとても揺れています。カナダ上空では雪をかぶった山脈が夕日に映えてとても美しい景色を見ることができました。やっぱり飛行機の旅の一番の楽しみっていうのは空から見る地球の美しさだなと思っています。トイレに行く時とかっていうのは多少障害はあるんですけども、できれば窓側の席を予約するようにしています。これからもいろんな地球の景色が届けられればいいかなと思っています。
軽食が配られました。軽食はターキーサンドと M&M's のチョコレートです。でこの、サンドなんですけども、なんかパンがすごいパサパサしていまして、なんかユナイテッド航空ってパンがあんまり美味しくないっていうのがネットにも書かれていたんですけども、なんかその通りだなと思いました。まあ、食事の後少し休みを取ってモニターを見ると、飛行機はすでに東北地方の東側太平洋上を飛行していました。まあ、前回の時もそうだったのですが、まあ、モニターにある地図の地名が日本の地名になってくると非常に帰った気がして嬉しくなってきます。でそして着陸前の最後の食事が提供されました。メニューはワッフルにフルーツ、パンになっています。なんか全体的にこのアメリカの朝食みたいなイメージがあります。ワッフルは結構アメリカの朝食では一般的なのか、ホテルの朝食でもワッフル結構ありましたね。まあ、あとは、コーヒーをその時いただいたんですけども、コーヒーは結構美味しかった印象があります。飛行機は福島県の沖合、太平洋の洋上を飛行しています。羽田への到着も間もなくとなりました。茨城県の鉾田市の上空を飛行しています。今まで太平洋上を南に飛行していましたが、西に方向転換し、茨城県鉾田市の上空から陸地の上を飛行することになります。で陸地の上に入ってすぐに大きな湖が2つ見えてきました。手前が北浦、奥側が霞ヶ浦になっています。霞ヶ浦は面積では琵琶湖に次ぐ日本で第2位の湖になっています。照らされながら羽田空港に向けて降下していきます。ユナイテッド航空881便の到着は16時、11月ですとすでに夕方になってきています。房総半島上空で旋回し、ただいま君津市の上空に来ています。ただいま見えていますのは日本製鉄の東日本製鉄所君津地区、非常に大きな製鉄所を越えると飛行機は東京湾を渡り、まもなく羽田空港に着陸します。東京湾はこの日も多くの船舶が航行していました。船舶も航空機と同様に海洋国家日本と世界を結んでいます。東京湾を渡りながら高度を下げていき、川崎市浮島町の付近を飛行しています。ここから東京湾アクアラインが千葉県木更津市まで伸びています。ユナイテッド航空881便は夕日に照らされながら羽田空港34レフトに着陸しました。
リバー12誘導路から A 滑走路を離脱します。が停止し、シカゴ・オヘア空港から約12時間のフライトが完全に終了しました。
ビジネスクラスを通って飛行機を後にします。まあ、やっとのことで2ヶ月ぶりに日本に帰国できたんですけども、夕焼けに照らされた秋空を見て、やっぱりこの日本っていう国が美しいなと思いました。飛行機を降りてから検疫、入国審査、関税手続きを終わらせて日本に入国しました。そして今映っているキティちゃんのポスターの通り、半強制的にマスクをお願いされることとなりました。アメリカ国内ではほとんどマスクつけることもなかったですし、ユナイテッドの飛行機の中でも特に言われることはなかったのですが、やっぱり羽田空港に着くと所々でマスクをお願いされたりとかする、こんな場面が多かったです。で、結局リンカーンからシカゴお部屋空港を経由して東京羽田空港までは約1日の移動となったんですけども、まあ、トータルの感想としましては、まあ、リンカーンからシカゴお部屋空港までのユナイテッド航空5288便は、まあ、非常にローカル色が強くて、まあ、なんかお菓子とかも多めにくれたりとか、結構ウェットな、地方路線らしいローカルなサービスがとても素敵だったかなと思います。ユナイテッド航空881便の方なんですけども、まあ、今回初めてアメリカ側からユナイテッド航空で帰ってきたんですけども、まあ、なんかアメリカが続いているような感じがしました。まあ、これをいいか悪いかと捉えるのは人それぞれだとは思うんですけど、私はやっぱりちょっと ANA の方が良かったかなと思っています。まあ、機内食の方がやっぱり多分美味しいかまずいかというよりも、なんかね、日本人に合わない感じがするんですよね。あと CA さんはね、結構ドライな方が多かったかなと思います。まあ、外資系は結構個性豊かな人が多いんで、もしかしたら当たり外れもあるんかもしれないですけど、まあ、逆にドライなサービスが希望でほっといてほしいっていう人にはユナイテッド航空はもしかしたら ANA とかよりもいいのかもしれません。まあ、そこはやっぱりさっきも言った通り人それぞれ好みなのかなっていうところで、あとマイルなんですけども、結局 ANA のマイル今回貯めましたので、まあユナイテッドとのマイルの比較っていうのはちょっと今回はできずという感じでした。まあ、こんなところでこの動画は以上になります。皆さん長い動画でしたが、ご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。